からの攻撃が多くなっている沼津です。中にボールを入れてくる。ここはシュートが決まる。先制は沼津。常に狙っていました園田です。前節に続いてのゴールということになります。そしてカタール富山は今シーズンの初失点ということになりました。ここで永井が来ていましたのでゴールが空いてしまいました。太田から